結成です。さあ5号になりました。第1レース発走です。インコースから1番車の堀克正がまず前取りへと出ていきました。追っていって2番の国本武則、そして7番車の板場俊和まで東の遠征メンバーが前段並びを整えていきそうです。3番の組橋和孝には6番の新村誠、車間を詰めて初手中段位置の 4,5 番手が中四国ライン、従いまして後方 6,7 番手からの後ろ攻めは九州勢4番の中川世代、5番高田誠の福岡両者です。3対2対2それぞれの並び選手会同様の順で整いまして1列棒状4コーナーを回っていきます。さあ正攻法2番の国本、6月の4回戦の初優勝、完全無理が記憶にまだまだ新しいところ、若手国本に食い下がって上位の人気に応えたい1番の堀、そして7番の板場、松の別府最終立着でまとめております。2週間目センター通過します。中段位置には中四国勢3番の国橋、今季初戦の岐阜2回の確定番でありました。6番の新村に任されました。そして4番の中川聖大は6番手、本格デビュー初戦吉岡俊正さんの門下生たち駆動会のニューカバーであります。追走5番の高田は期末尺をまとめて締めくっております。さあ121期メンバーからまず最初に登場の中川が戦いの首を切りました。福岡コンビが6、7番手からスーッと車を進めていきまして赤番周回のホームを通過か、2番の国本は突っ張る素振りを見せて車を引きました。福岡コンビが前を抑えて集団の3番手車間を取っている2番の国本なんですが、後方からは3番の組橋、6番の新村で位置を上げていきます。集団を求めて2番の国本はさらに車を引いて5番手で鐘を切っております。さあ先頭は4番のルーキー中川世代、2センターから4コーナー流しています。3番の国橋は3番手を確保し、2番の国本は後手に回りました。5番手です。さあ競争は最終周回の1コーナーから2コーナーへと向かっていく。さあオープニングレース、4番の中川が風を切ってかけていく。2コーナーからバック、さあ2番の国本が5番手からまくって一気に4番手3番手そして3コーナー番手の外、逃げる4番の国本、逃げる4番車の中川を2番の栗本がまくりで下で捉えていきまして4コーナーから直線、4番車の中川2番手そして3番車2番4番3番か2番3番4番か、第1レース A 級チャレンジ予選の1組目、2番の栗本武則が4番車中川聖大の先行を1まくりでありました。ただ後ろをちぎってのそのまくり、2着争いとして4番の中川そして3番の組橋でありますが、まずは2番の国本のまくり、2着4番の中川が残って3着3番組み始めた。2番4番3番の入選順決定場でしばらくお待ちください。第1レースでした。